そっち頼むぜ。中隊の先行の、まあ、なるの果てですよ。しかし敵の砲兵隊の監視をめっけたのはまだしもでしたがね。ジャンベル隊をこちらヘンリーだ。出血大量ですね。もう1時間早く帰ってきたらなんとかなったかもしれませんが、そこなんか取ってくれ。はい、敵の監視を発見したそうです。ちょっと待ってください。バイエス、その監視庁だが、今から別な偵察隊を出して確認しぶっ潰す予定だ。あのために大損害が出てる。もう一度引っかいせるわ。はい、行きますよ。あ、行けるそうです。わかりました。準備させろ。目的は問題の監視所だ。バイルスが案内してくれる。はい、俺はサンダースだ。少しでも休んでおけ。ああ、どうも。みんなに出発だと伝えとけ、いいな。どうしてもあれ。今度は俺たちで行ってくるからな。お前の部下のバージェスが案内してくれるんだ。サンダース、あいつに気をつけろ。マレ、気をつけるんだ。マレ、気をつけろ。なんとか行けるでしょう。まあね、周囲には機関銃座を据え、針金が低かったりです。3箇所あったな。いや、もっとあるでしょう。しかしそいつを切り抜ければ干渉までは多少足場が悪いだけで大した障害はありません。ひどくデコボコしてますがね。コンクリートの円辺号に2つ鎖型の電口がついていて、そこから砲撃の位置を観測してます。やつらはおそらく180度の視野を持ってるはずですよ。この地区は地雷原だそうだ。バージェスの報告ではその監視所はラロッシュの古い鉱山の中にコンクリートで築いてあるそうだ。こっちの歩兵が近づけば奴らは味方の大砲に指示して砲撃させることもできる。いい報告ですね。実に素晴らしい報告だ。詳細を極めている。用じゃなかったろう。確かにね。何か心配か。ええ。なんだ、言ってみろ。マレーが言ったんです。
バージェスに気をつけろって。どういうことだ。わかりません。そう言って死んだんです。おい、バージェス。おい、ケリー見ろよ、人脚だぞ。おい、おい、バージェスじゃないか。お前、言ってたのか。おい、あの時のことバージェス覚えてるか。お前、もうあの晩で行かれたと思ってたぞ、バージェス。まったくあの晩よく暴れたっけなよ。おい、お前また隠さないか。なーに、上がったり下がったりさ、気にすんなよ。おい、おめえって。そうか、監視を見つけたっていうのはお前の分隊か。そうさ。じゃあお前は一緒に行ってくれるのか。何事にもガイドがいるさ。あの晩のガイドみたいにか、ほらさ、ちゃんと案内したろが。そうそう、素敵な女性がいてな。もちろん、もちろん今度は少し厳しいがな。まあ、とにかく念のため、少しばっかり手榴弾をもらっとくとするか。お、そこにあるぜ。たくさん飛んで。なあ、あいつ大したやつらしいな。そうよ。まったくだ。散々苦労した道をまた引っ返すんだからな。そこがあいつのまたいいとこだ。おめたちもやつと一緒なら大安心だぞ。リトルジョン、キャスパーと爆薬しょっとき。ケリー、一足先に出て先導しろ。はい、行こう。よし、止まれ。5分だけ休め。ねえ、へばったか。なんたって同じ道を一日二往復じゃな。俺のことは心配するのは休むとなったら徹底的に休むからな。俺はキャスパーだ。俺はバージェス。ああ、それは知ってるよ。48時間の休暇が終わった途端にハイキングに駆り出された。休暇か。さぞかし羽を伸ばしてくったろうな。あんなにいいものはないな。な、液体の栄養剤持ってきたんだ。さあ飲めよ。なんだって。百薬の長よ。うめえぞ。いい香りだ。最高級品だ。なるほど。さあやるよ、遠慮いらねえ。何すんだい。おい、返せ。おい、おい、よく聞いとけ。無事に帰ったらその時は浴びるほど飲むのもやし、どんちゃん騒ぎだろうとなんだろうとはめ外したって構わねえんだ。だからここじゃいっぱい記念で精進も合わせられねえような兵隊に用はねえ。そのやつの援護で何ができるってんだ。いいか、分かったか。おい、よく聞いとけよ。どうしたんだ。別に、はあ、まあ言ってみりゃ哲学的論議ってやつでね。じゃあ、立て。ねえ、さっさと立て。ねえ、悪いじゃないんです。休暇の残り物なんですよ。話は帰ってからだ。よし、出発しろ。敵が2名います。見張りだな。他にもまだいるはずです。何名いるかが問題だ。石膏は大抵5名か6名ですよ。抜けられるかもしれないな。
位置と兵力が分かればな。すぐに分かりますよ。餌を投げるんです。二人ばかりおとりに出していて、こっちが脇を回ってやっつける。石膏隊ならすぐに片付きます。情動通りか。もし丸々一応隊いたらどうする。餌の二人はどうなるんだ。いや、足取らないでくださいよ。それは確かに危険じゃありますがね。何だったらこの俺がおとりになりましょうか。まあそう張り切んな。ガイドに知られちゃ困る。じゃあどうして切り抜けます。心配すんな。おとりは出す。石垣の後ろに行け。陣取ったらすぐに撃ち出せ。援護しろ。いいのか。いつでもいいぞ。よく来てくれたな。俺ちょっと面白い。降伏したのに。手榴弾を出そうとした。おい、どうした。武器を捨てて降伏したのにバージェスが殺したんです。手榴弾を投げようとしたんだ。そうなのか。銃だけは捨てるのを見ました。もしバジェスがそう言うなら確かにその通りに違いねえですよ。石膏隊を一つ潰しましたね。この辺は地雷がびっちり埋めてあるからこっちの道を通る方がいいですね。よし、そいつにしよう。ねえ、さっきはおとり戦術がまんまと図に当たりましたね。俺の国じゃタコを取るにはヒヨコを取りに使いって言うんですよ。死んだマレーは俺の旧友だが、ずっと一緒だったのか。相当にね。いいやつだった。俺と入れ替わりに分隊長になったぐらいだからね。他はどうだった。他って分隊仲間さ、いいやつだったか。まあまあね。ただそれだけか。ねえ、軍曹、連中は死んじゃうんですよ。今さらどうこう行ったって始まりませんやね。軍曹、死体が4つあります。アメリカ軍です。3人は一塊で死んでます。ああ、俺の分隊だ。行ってみよう。
カビ、丘に登って見張ってろ。どうしたんだ。機関銃をやっつけようとしてね、軍曹と俺で両替を回ろうとしたところ見つかっちまったんです。それでどうなったんだ。軍曹が撃たれたんで、その警視員が助けに飛び出したところをドイツに見つけられ、いっぺんにやられちまったんですよ。嘘、カービンが何か見つけました。敵の機関銃座です。奴ら俺たち全部をやっつけたつもりでいい気分になってたんです。これでおめえまた軍曹になれるぞ。軍曹どころじゃない、こいつは勲章もんだよ。ドイツ兵をたくさんやったからな。この辺から監視を見たそうだが、何も見えねえぞ。どこなんだ。もうちょい高いとこに出なくちゃ見やしませんよ。機関銃をやっつけた後で、タイの様子を調べてみたか。息があったのは軍曹だけでした。軍曹は進めと命令したのか。ひどい怪我をすると誰だってファイトがなくなっちまう。任務のことなんか忘れちゃうんですよ。だからそこの茂みに隠しておいて俺一人で行ったんです。早く手当てをしないと死ぬとは思わなかったか。目的は監視用の発見ですからね。全員死なせてもか。見つけてこいっていう命令でね。他から帰るまでどのぐらいかかったんだ。さあね、時計を見る暇はなかったですからね。帰ったらまだ生きてたんで担いできたんですよ。よし、登ってみよう。ラロッシュです。普通の丘だが、ところが大違い、コンクリのがっちりした隠れ家ができてやがって。両親は俺たちカモを狙ってるんですよ。道はこっちの方が隠れやすいですね。もちろん保証にはぶつかるでしょうがね。向こうは強力な双眼鏡で見張ってるってのは忘れないことです。よし、行こう。違うでしょう。稜線に沿った茂みのところをよく見てごらんなさい。 V 型のコンクリの出入り口が見えるはずです。ずっとね。 あれか。それじゃあ両側の窓を見てらっしゃい。左側の銃眼に何か光って見える。望遠鏡で監視してるんです。もう一方の窓でもやってるんですよ。両方で180度見渡せます。いいですか。あの左側の銃眼のちょうど真後ろのところに中央トンネルへの入り口があるんです。二つ目のトンネルは、ちょっと見せてください。あそこの左手に小さな木があるでしょう。あれか。あの木の陰に入り口がついてるんです。
お前のスケッチ見せろ。ここが監視所です。ここがね、中央トンネルの入り口。ここが2本目のトンネルの入り口。この辺に機関銃があって、まあ、他にもあると思いますよね。針金を張ってあるのか。ああ丘の左側に登れば窓から見えない角度で行けねえか。俺はそのルートで行ったんです。トンネルの位置は確かか。ああ奴らが出たり入ったりするのに見ましたよ。機関銃以外の防御は。いや何もないです。入り口に保証が一人ずつ。よし、俺たちはここの位置に移るんだ。機関銃の陣をくぐり抜けて隊を二手に分け、両方のトンネルを同時にやる。こいつだけは忘れんでくださいよ。奴らちょっとでもこっちの火炎を感じたらボカスカ砲撃させてきますよ。てめえたちはコンクリートの棒だからなんともないが、こっちはたちまち吹っ飛んじまう。あの窓の一つに手榴弾の塊をぶち込めたらな。一人でも近寄れたらいいんだ。俺にやらせてください。何、山の中で育ったから足場の悪いのは平気ですよ。それにガイドもこれで役済みだし。よし、お前やれ。暗くならなきゃ出ていかれねえ。それに決めたら不意打ちだけだ。チャンスは一度しかねえぞ。ケイリー、ビリー、今朝バージェスが通った道を行け。機関銃座までの道を調べろ。見つからんように気をつけろよ。さあ教えてやろう。でかい木が見えるな。あのすぐ下に二人ばかり頑張ってるんだ。暗くなったらまずあれをやる。そして機関銃の陣をすり抜ける。いいか。ええ、わかりました。よし、なるべく低く音を立てずに行けよ。さあ行け。さすがにへばったか、バージェス。ああ待ってるとどうもいけねえ。これで動き始めると元気が出るんだから。あの時の元気も相当なもんだったぜ。シューティブワールさん覚えてるかよ。ああお前とケリーは朝までに無事に期待したが、俺はまんまと失敗したよ。それで格下げになったのか。上がったと思うとすぐ逆戻りした。そうだ、いつなんかブルジェでな、あんまり離れ技やるもんだから中隊長にされかけたことあるんだぜ。おい、どうも。おめえを将校にしようって。そうさ、断ったけどよ。将校なんかになると俺の持ち味が死んじまう。それに仲間も変わるしよ、あんなバカ騒ぎできなくなっちゃうしな。中身、海老名行ったらな、いい女の子紹介するぜ。俺な、公平なやつ二人と押しかけたんだよ。まずあんなに話の通じたことなかったぜ。おい、バージェス、お前どうして同じ分隊のやつと付き合わねえんだ。どういうことです。考えてみろ、ケリーやカービィ、それに公平、分隊仲間とどうして遊ばなかった。さあね、外へ出て友達を作るのは好きなんでしょうよ。いがませんかね。大抵のやつは分隊仲間と出かけるもんだ。分隊仲間と仲良くしたところでどうせさっきみたいに死に別れちまうんだ。昔の仲間のさ、K
ケリやカービィとあってどんちゃん詐欺やるのは当たり前と思うさな。あおう、グザ、ケリとビリが捕まりました。落ち着け。今奴らを撃てばビリたちは逃げ出せるんです。ヒガに手をかけたら承知しねえぞ。何俺が止めんだ。今一発撃ってみろ。たちまち集中砲火浴びるんだ。なあリトルジョン、かける前にはまず手を読むんだ。今はまず読むべき時なんだよ。ポーカーの話してんじゃねえよ。監視へ行きますね。捕虜を捕まえろって命令があったんですね。なあ、ケイリのやつまさか余計なことは喋らねえだろうな。ケイリもビリもそんなやつじゃねえ。それは結構。これは無駄骨になっちゃかなわねえからね。やあ、ようこそ。欲しくなったらいつでもいいたまえ。前線からこんな遠いところで何しに来た。ポール・ケイリー、伊藤兵、認識番号101-9698。2人とも36歩兵連隊の所属かね。生命はウィリアム・ネルソン、伊藤兵、認識番号は437-5436。君たち尋問は長くかかるぞ。それも君たち次第だが、いつ失敗したのかね。愛嬌たっぷりだな。おい、話は俺にしろ。今朝は何名編成の石膏隊で失敗した。ポケットのもの出せ。左側にでかい岩があるでしょう。ああ、俺はあそこまで行ったんです。あの位置からなら確実に、しかも簡単に手榴弾をぶち込みますよ。何言ってるんだ。全員二手に分かれるんだ。二つともあそこまで行って入り口を見張る。誰かがここにいて俺を援護する。俺は忍んでって手榴弾の塊を銃眼にぶち込んでやるんだ。無茶言うな、バージェス。ケリーとビリーが中にいるんじゃねえか。手榴弾投げたら二人ともやられちまう。俺が言うまで勝手な真似はするな。奴らに歩兵隊と連絡する暇をやらねえこってすよ。暇をやったら最後みんな揃ってこっぱみじんだからね。確認の上、これを速やかに破壊するようでしょ。この方法なら破壊できる。違いますか。それじゃケリーとビリーは助かりっこねえぞ。やらなきゃこっちがやられちまうんだ。二人とも黙れ。隊の責任者は俺だ。俺が決める。なあ、よく聞いてくれよ相棒。俺が言いたいのは。よしてくれ。その相棒ってやつはよ、ケリーだって大事な相棒なんだよ。グゾ、どうしますか。どうするか俺にも分からん。君は頭がいいらしいが、他の者が死んだ時なぜ引っ返さなかった。ポール・ケリー、一等兵、認識番号10。それはもう聞いた。一つ言っておくが、ポール・ケリー歩兵一等兵、こんなに近くまで来たのはベテランの君たちとしてはあまり利口とは言えなかったな。さあどうだね。これだけ近ければ満足かね。
あれは敵の砲撃ですね。ああ、分かってる、あの監視用から目標を指定して一晩中同じとこをボガスカイをつけるわけですよ。夜が明けたらまた移動中の部隊を砲撃するんですよ。そのぐらいは知ってるよ。じゃあ行きましょう、もう暗いですよ。元は軍曹か知らねえが今は一兵卒だ。命令は俺が下す。それは分かってますがね、あのやり方以外にはありませんよ。手榴弾をぶち込むんです。ヘイリーとビリーは俺たちが迎えに行かない限り助かる見込みはねえんだ。まず助けることだ、それはしまっとけ。二人はどうせダメなんだ、手榴弾でぶっ飛ばして忘れちまうんだな。おい、しまっとけと言ったろ、今度出したら取り上げるぞ。さあしまっとけ。気を悪くしねえでください。だけど前に話した時はあんただってあそこまで張ってって手榴弾をぶち込むのが一番だって言ってたでしょう。オッケー、行こう。針金に引っかかるなよ。あっちへ着いたらお前とキャスパーで保証を片付けろ。カビ、お前は援護だ。はい。俺と来い、中央トンネルがあるんだ。お前たちは2本目のトンネルにできるだけ接近してろ。俺の銃声を聞いたらすぐ保証を倒して飛び込め。さあ行
のは軍曹じゃねえ、敵の銃声だ。畜生、これでやられるぞ。サンダースもキャスパーも一発も撃たずだ。死んだんだ。おい、どこ行くんだ。邪魔するんじゃねえ。嫌いなんだ。ああ、大嫌いだと思う。おい、リトルジョン。おい、手を貸してくれ。いや、もう大丈夫だ。よくそんなことが言えるな。ケリたちをぶっ飛ばそうとしたくせに。何だって。こいつ手榴弾をぶち込もうとしたんだ。破壊せよって命令だったからな。バージェス、ケリーとビリーはどうなってもよかったのか。二人を殺しても平気だったのか。ケリーとビリーでもお前と俺でも途中で死んだ連中でも同じことだ。特別誰に生き残る権利があるわけじゃないし。ねえ、どうです軍曹、あんた指揮官でしょ。生きる権利は誰にもある。
さあ仕事にかかれ、爆薬の用意をしろ。帰ってきたぞ。もうじきです。これで敵の目をぶっ潰してやりましたね。さあ引き上げるか。